んなに手薄な状況なのか。昨夜砦に忍び込んでみましたが、内部は閑散としておりました。多少厄介そうなのがいたが、あれくらいなら俺たちだけでも落とせるな。罠という可能性はないのか。ありません。僕も空から見てみたけど、僕のことに気づかなかった。近くにも仲間はいなかったし。後顧の憂いなく先へ進むには、あの砦の存在は邪魔だな。うん、ここは一つ砦へ向かってみてはどうかえ。そうだな。この機を逃す手はない。敵を殲滅し砦を制圧する。砦を残すかどうかは後で考えるが、維持するのが難しいようであれば破壊しておいた方がいいだろう。さてはて、我輩たちの出番がありますかどうか、楽しみと言えるでしょう。道はこの気を逃すな。畳みかけるぞ。なんだこの力は。うわー、これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。終わりにしましょう。道はこの気を逃すな。畳みかけるぞ。なんだこの力は。うわー、これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。ここはビシッと決めときますか。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。これで終わるのであれば受け入れましょう、全てを。面倒だな。避けて通れぬなら切る。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。ここはビシッと決めときますか。ここで立ち止まるわけにはいかない。これは通過点に過ぎない。終わらせてみせる。どうも敵さんの動きには引っかかるところが多いな。俺もダンダルガン要塞から引けとは言われていたが、ビサドガザを放棄するとは聞いていない。ここまで魔物どもの姿が見えないということは、命により引いているからに他ならぬ。おそらくこれ自体が罠なのだろう。一種の陽動なんだろうが、それにしても大掛かりだな。大方俺たちをおびき寄せてそこを叩くつもりなんだろうが、向こうにはこちら以上の戦力が残されているのは確実だ。それに加え地の利は向こうにある。おそらく次の大規模な戦闘が最後の決戦になるだろう。もしその決戦に敗れた場合、退路を断たれ二度と立ち直れぬほどの壊滅的な打撃を受けることになる。確実に潰しに来たってわけか。それでも戦わざるを得ない。もし仮に負けると分かっていても、ここで引くわけにはいかない。そろそろダンダルガン要塞での作業も終わっているだろうし、一度報告に戻ろう。そこでこれからどうするか話し合って決めよう。この砦はどうするの？近くに敵勢の姿はないということだし、このままにしておこう。そうすると我が輩とボーグナイン殿の出番はなしということですか？少し残念と言えますですね。拠点としては心もとないけど、それでも何もないよりはいいだろうし、それよりもまずはこのことを報告に戻ろう。武器を収めてもらえますか？失礼いたしました。ディシャナ殿でしたか。こんな夜更けに女性の一人歩きというのは少々軽率じゃないですか。あなた方も休んだらいかがですか。ほう、あなたに気を使ってもらえるとは思わなかった。あなたには他人を気遣う気持ちなど持ち合わせていないのではと思っていたからな。おじい様、それは言い過ぎではございませぬか。こういうことはな、はっきり言わねば相手に失礼だということをお前も覚えておけ。ですが、気遣いは無用です。アルベルトの言うことは正しいのですから。私はレオンハルトとその血を受け継ぐ者を必要としています。世界を正しき姿へと戻すために。なさねばならぬことのために道具は道具として割り切ると、まあそんなところなんだろうが、道具にだって魂はある。この場合相手は人だ。それも長い間共に過ごさねばならない。そうなると嫌でも情が移る。あなたもだからこそ苦しんでいるのでしょう。あなたはなぜここにいるのですか。なぜって当然だろ。トーマの兄貴に頼まれたからな。後を頼むってさ、単なる口約束だし命に関わることだ。守る義務なんてないんだろうが、人の心ってやつは厄介なもんでね。あなたと同じですよ。捨てようとしても捨てられないものがあるのさ。わかりました。あなたはいいでしょう。あなた自身が望んだことなのですから。しかし、彼女を巻き込むことはなかったのではありませんか。これは自分が望んだことです。それがしは父からトーマ殿のことを伺いました。その父にしても、おじい様から伺ったということですが、それがしにとってトーマ殿は、その…憧れの存在なんだよな。その通りでございます。色恋に疎いこのベアトリスにしたってこれだ。どれだけ魅力的なんだってな。実際に見たこともない相手に思いを寄せているんだぞ。いえ、トーマ殿に憧れはございますが、それだけです、今は。なるほど、そういうことか。兄貴もそうだったが、デュランもレックスも人を引きつける何かがある。こいつのためになら命を捨てるのも惜しくないって思わせる何かがな。だからこそ共にいたいと、それがしにできることがあればどのようなことでもしたいと、そう思ったのです。こいつは理屈じゃない、ここで心で感じるものだからな。風邪ひかないうちに寝床に戻ってくださいよ。自分たちはもう一回りしてから戻ります。では。人を引きつける何かですか。それこそが私にはない、私の望んだ力。唯一無二、世界を動かし変えることのできる力。レックス、見せてください、あなたの力を。レオンハルトから受け継いだものではなく、あなた自身の力を。ところに湖があるとは思いませんでした。泳げるような広い湖があってよかったよ。この大陸に来てからは海岸を除けば泳げるような場所はなかったから。あら、まあ嬉しいですわ。レックスさんに気遣っていただけるなんて。ですが、あまりお気遣いなく。地上でも普通に生活できますから。水の中にいると落ち着くというか、安らげるというか。ユリシースにとって水場は精神的な拠り所なのかもしれませんね。もちろん、乾燥した土地や暑いところよりは、水場の近い、潤いのある場所の方が、肉体にかかる負担は少ないですけれど。前の大陸に比べると、この大陸は極端に水場が少ないからね。アルボルが言ってたけど、この大陸に不毛な土地が多いのは、闇の軍勢の影響によるものだって。でしたら、もう少しの辛抱ですね。だって、レックスさんがこの世界に光を取り戻してくれますから。そうできるように頑張らないといけないな。でも、一人じゃ無理だから、力を貸してくれないかな。私でよろしければ、もちろん、喜んでレックスさんのお力にならせてください。レベリーが力を貸してくれるなら、これ以上心強いことはないよ。これでまた一つ終わりに近づいたかな。それはこれからの努力次第でしょうけれど、終わらせることができるように頑張りましょう。そのために私もできるだけのことはいたします。そういえばレベリーは虹の雫のことで。いえいえ、気になさらないでください。この大陸も光が戻れば、きっと昔の豊かさを取り戻せるはずです。住めば都と申しますし、すべてが終わったその時には、この大陸で暮らすのもいいかもしれませんね。この大陸で暮らすか。それもいいかもしれない。私、子供が大好きなんです。だから、子供がたくさん欲しくて。レベリーと一緒になれる人は幸せ者だよね。子供の時から一緒にいるからわかるけど、ほんと、よく気がつくし、優しいし。レックスさんは幸せになりたいですか？そうだね。叶うなら人並みの幸せが手に入れられれば、それ以上望むことはないかな。よかったです。でしたら、私と一緒になりましょう。レックスさんおっしゃいましたよね。私と一緒になる人は幸せ者だって。レックスさんのお相手として、私はいかがですか？俺でよければ。俺がレベリーの？私ではご不満ですか？いや不満ってことはないけど、その心の準備というか、なんというか。心の準備であればこれからすればよろしいですわ。では決まりということで。それでは婚姻の儀として私と誓約を結んでもらいます。婚礼の儀と申しましても難しいことではございません。私と口づけを交わしてさえいただければそれで終わりです。ただ一つだけ注意してください。ユリシースは殿方の裏切りを決して許しません。もし誓約を破ったその時は、その時は私の血肉となり、すべての意味で償いをしていただきます。それってもしかして、俺がもしかして。ええ、ガブリと頭のてっぺんから足の先までおいしくいただきます。あら、本気になさらないでください。冗談ですよ。そんなに驚かないでください。そうだよね。冗談だよね。ぼちぼち始め。この気を逃すな、畳みかけるぞ。やれるか。ここはビシッと決めときますか。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。終わらせますよ。よろしいので。この気を逃すな、畳みかけるぞ。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。これ以上持てたらまずいでしょ。いつになれば。道はこの気を逃すな、畳みかけるぞ。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。終わらせますよ。行くぞ。避けて通れぬなら切る。もうダメ。もうダメ。この気を逃すな、畳みかけるぞ。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。終わらせますよ。よろしいのです。この気を逃すな、畳みかけるぞ。もうダメ。これ以上長引かせるわけにはいかない。これで終わらせる。もうダメ。たまにはいいとこ見せないとな。もうダメ。くだらないね、こんなこと。なるほど。これらは全て奴らの仕組んだ罠ということか。推測でしかありませんが、全ての状況から判断するとそうなるかと思います。こいつのたちの悪いところは、罠だと分かっていても避けて通ることができないってことだ。ここで退いてもこれまでと状況は変わらぬ。早々に決着をつけねば、いずれこの大陸は奴らのものとなるだろう。こうなるとダンダルガン要塞が何とも惜しい。あそこまで破壊せずに置いてくれればと思わずにはいられんな。敵の本拠地まではもう少しなんでしょ。だったら守りのことなんて考えないでパパーンと攻めちゃえばいいじゃない。リサドガザを拠点とした場合、直線距離で考えればバルザフまでさほどの距離はない。だがリサドガザから精進することはできない。デスバリーか。知っているのならば話は早い。デスバリーは毒を含んだ霧に包まれている。聖ある者が足を踏み入れ生きて戻れる場所ではない。じゃあどうすればいいの？デスバリーの北に広がるラロヘンが砂漠を越えていくしかない。砂漠側にも霧が張り出しているため大きく迂回し砂漠のただ中を進むことになるが、それしか道はない。船で向こう側へ行くことはできないのですか？それはとっくに試した。だがな、以前に言ったように海岸線は切り立った崖ばかりだ。さらに悪いことには海岸線は浅瀬が多く、上陸場所を探すことすら困難な状況だ。せめて前もって上陸地点を制圧しておくくらいのことがなければ、船で軍勢を運ぶことなど到底できん。そっか、レベリーはユリシースだから海のことはお手の物だったね。俺たちはラロヘンガ砂漠を越え上陸地点の制圧を行います。ザブルク王は輸送船の手配をお願いします。何も回路を使い兵を輸送する必要はありません。兵の武装や領末、その他大型の兵器などの運搬に役立てられます。携行品を少なくできればそれだけ身軽に動けるようになり、長時間の行軍もしやすくなるか。海の中にどんな危険があるかわからないけれど、これは君にしかできないことなんだ。どうぞご心配なく。私にとって海ほど安全な場所はありません。船の先導は私にお任せください。今回のことは K に任せよう。必要なだけ兵を連れて行ってくれ。文を祈っておるぞ。こんなことして休んでないでさ、早くあいつらを倒しに行った方がいいと思わない？まあまあ、そんなに慌てなくたってお宝は逃げやしないよ。お宝じゃないっての。久しぶりに海で泳げるのですね。待ち遠しいですわ。わざわざ危険な道を歩むことはないのですよ。あなた方がレックスと行動を共にする理由はありません。このようなことに関わらず自分の人生を歩んだらどうですか？何言ってんの。レックスが負けたら次は私たちなんだよ。人事なわけないじゃん。これが私の選んだ道ですから、皆さんのお役に立てること以上に幸せなことはございません。僕にとっては人事だけど、さ、お宝って危険の中にしかないものなんだよね。だからこそ輝いて見えるっていうか、手に入れるまでが困難であればあるほどお宝は貴重なものになるんだ。それはさ、単にお宝が貴重だってだけじゃなくて、自分がどれだけできたかってことの証だから。だからね、この冒険が終わったら僕はきっとこれ以上のものはないってほどのお宝を手にしているはずさ。そう考えたら途中でやめられるわけないでしょ。それが絆というものですか。多くの時間を共有することにより生まれるもの。時間の長さなんて関係ないって。要は私が気に入ったってだけなんだから。私、皆さんのことが大好きです。大好きな方のそばにいたいと思うことは自然なことではないでしょうか。この世界に人の感情ほど推し量れぬものはありません。いいじゃん、そんなのわからなくたって。わからないことは多い方が人生は楽しいって言葉知らない？真面目に考えないでよ。僕が言ったことなんだから知らなくて当然だって。さてと、明日も早いみたいだし、そろそろ寝よっかな。そうですわね。夜更かしはお肌の大敵ということですし。そうなの？それじゃ早く寝ないと。それではおやすみなさいませ。おかしなものです。私自身のことでさえ理解できてはいないというのに、他人の心の内を知ろうとは、この心の動きこそ人である証なのでしょうか。ですが私は所詮私も道具でしかないのです。そう、心などない、あるがままの世界を映し出す鏡、レックス。あなたは私の希望となるのでしょうか、それとも絶望となるのでしょうか。私にわかることは何一つありません。すべてはあなた次第です。その時私は